パソコンの CM？ 何それ、スモモン CM で出てくる？スモモンで検索するとサジェストに上からぬいぐるみ、エーペックス、YouTube って出てくるのよ。次出てくるのは半枠。ぬいぐるみ、エーペックス、YouTube、半枠ってサジェストが出てきます。CM。な？まずいかもしれやん。何これ、デトネーションの CM です。スモモンが CM になったってこと？デトネーションゲーミング、デトネーションゲーミングのスモモです実写。今回は自分が以前買っていたパソコンと、G-TUNE さんから提供していただいたパソコンを使って、PUBG を検証していきたいと思います。はい。PUBG を快適にプレイするにはかなり高いスペックが必要です。自分の PC ではフレームレートが著しく低下してしまう場面がありました。新 PC のスペックだと PUBG の設定ごとにスモモンっていつ絵になったの？対応します。今回は非常に低い設定の場合とウルトラ設定の両方を検証していきたいと思います。かわいいおじさんやねえかよ。画面に表示されている数値は FPS カウンターで、1秒間に何枚のフレームを描画しているかを表す数値です。まずは非常に低い設定で検証したいと思います。ここは学校ですね。昔の古い PC ですと、30から40ほどしか出てないですね。ただこれが、新しい G-TUNE の PC になりますと、まあ、FPS80 から、まあ、出て100、本当144も出ますね。非常に快適です。このように打ち勝つことができました。スモモンの声がするおじさんじゃないよこれ。安定せず打ち合いの際にカクついてしまう状態でした。G-TUNE さんの1080搭載たステルモデルでは、今までだと打ち勝てなかった状況でも勝つことができ、フレームレートが、安定しているためとても快適にプレイできます。PUBG をやってみたいけどめっちゃ商品を押してる、スペックでは足りない、今のスペックだとイライラする場面が多い。カンペを見せる、新しいパソコンの購入を考えて、この辺にあるんでしょカンペが。スモモさんこっちにありますよこれ。試合で勝てる割合が非常に増え、なんか呼んでる。楽しく PUBG をプレイできるようになりました。うん、以上で、G-TUNE PC の検証を終わります。はい、戦場でまたお会いしましょう。戦場でってこの人かっこいい。戦場で会おうぜってよ、そんな時代があったんや。でな、どうやらこっちらしい本当の CM は。え、これさっきのおじさんがどうなっちゃうの？おーい、ここ来るなよ。よっしゃー、スモモです。みんなが快適にゲームをプレイしているとか、今のパソコンに内蔵されてるこいつがね、こいつが頑張ってくれてるんですよ。WD ブラック SN850X 君、最高7300MB 毎秒の読み出し速度、最大 4TB の大容量もあるからゲーム入れ放題だね。この1台あれば最強。WD ブラック SN850X 店頭で探してみてね。めっちゃ読むの上手になってる。絵をかぶって本当の力手に入れてる。いやこれは違う、ニラこれは違うと思う。俺はでも別にスモモンも実況歴が長くなってて、これ2022年の8月なんやって、あれから4年経ってるんやって。だからじゃあ4年経って成長しただけな、赤裸々の俺から弾丸論破の俺みたいな感じになってるだけやねん。別に絵をかぶって元気になったわけちゃうねん。いやどっちや、いや多分そっちやと思うな。うん、そうなんじゃないか。うん、VTuber デビューしたらそうなるってわけじゃないと思う。変わりすぎだよ。いやー別にこの VTuber の闇とかじゃないんでね、成長です、ただの。それでは戦場でお会いしましょう。